アメリカのブルームバーグ通信は中国の習近平国家主席が本土の株式市場をめぐり金融規制当局と協議する予定だと関係者の話として伝えました証券監督管理委員会などが習指導部に最新の市場の状況などについて報告する見通しですがこの協議で新たな市場支援策が打ち出されるかは不明です この報道を交換し、上海総合指数は終値で3.2%、香港反戦指数は4%、それぞれ前の日から上昇しました。